日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。まあタピオカミルクティー流行っても結構何年も経ってますけどもね。土曜の夜霞。すみません、ちょっとオードリー若林です。一つよしだ、まあ、ジャンクっぽく始めちゃいました。憧れるまであるよね。タピオカミルクティーね、なんか春日さんなんてこう毎週のようにね、うん、まあ、あんな本当美味しいのかっつってね、このラジオで吠えてますけど。いや言ったことないわ。言ったことないし、美味しいし、ね、飲んでみたら美味しいし、まあね、本当に飲みたくて並んでんのかみたいなね、話題にセブンルールでなってね、その感覚ちょっと古いんじゃないかって冷や汗かいたことありますけども、でそんなことあったの？その、タピオカミルクティーってプライベートでね、なんか俺、まあこの年でこの風貌でね、若い子に混じって並ぶわけにいかないんでね、俺がね。そんなことないじゃん別に。まあ俺は最高でドトールのタピオカミルクティーしか飲んだことないんですけども、あれはあれでうまいよね。あれは本当美味しい。で、台湾でね、ゴンちゃんとね旅行行った時に、もう何年も前ですけど、ゴンちゃんのいびきがうるさくてね、俺ともう絶縁状態になった理由ですけども、一時はね、まあ美味しかったのは覚えてるんですけど、とはいえどのぐらい美味しいのかななんて思っててね、一度こう有名店がいくつかあるんでしょきっと。まああるんだろうね、あるよね、まあ、飲んでみたいなとはずっと思ってたけども誰にも言えずね、俺はね。まあ若い愛人でもいればね、愛人には、ね、ちょっとタピオカミルクティーを買ってくれよっつってね、かっこいいよな。かっこいいよ、まあ、そんなこと、そんなセリフ入ってみてえけどな。ねえ、入ってんだろっつって、そうちょっと買ってきてくれよ姉ちゃんっつって、うまいなお前、愛人が愛人がじゃねえ、愛人の方じゃないわ、囲ってる おじさんが。いや、憧れ、やっぱね、憧れはあるからね。憧れが。そしたら今日、しくじり先生でね、なんかね、タピオカの差し入れがね、14時に入りますってね、岡田が告げに来たんですよね、俺が。だから時間がなんかあって、で、タピオカがこう、入りますって。いいねっつって。なんか岡田がやけにテンション上がるっつって、日本でまだ、出てないけど有名なお店らしいですみたいな、台湾のみたいな、みたいな、それちょっと持って帰ろうと思って楽しみにしていて、持って帰ってきたんですよ、現場から、さっきね、したらストローを忘れちゃってもらってくるの、タピオカのカップだけ持ってきちゃってさ、はいはい、あの太いストローね、そうそう、普通のストローじゃダメだからね、あのサイズのストローがなくて、日本放送、まあないでしょ、タピオカを吸えるストローがなくて、日本放送はタピオカ屋さんじゃないからね。で俺はこう今こうビニールを破いて飲んでるんですけども、こういくら傾けてもタピオカがこう下にこうびっちり定石、城の石垣みたいな感じになって、強固だね、落ちてこなくて、ちょっと、ミルクティーしか飲んでないんですけどっていう話をね、オープニングでしようともう2時間半前から思ってたんですけども、よかったですね、できてね、タピオカとね一緒に飲みたかったんですけどね、これ下の方溜まっちゃって、まあただのミルクティーだね、ミルクティーなんですけどもね、まあ、春日はほら若い奥さんいるから一緒に並んだりできるよ、いや同い年だ、同い年、タピオカミルクティーとか飲んだりしてんの夫婦で。してるね。何笑ってんだ。笑ってない、咳してるだけだ。いや、変わった咳だな。病院行った方がいいぞ、だったら。変な咳出てるぞ。で、二人で並ぶ。いや、並びはしないけど、並んだことはないけど、なんか買って帰ってきたりとかね。あ、クミが？むくみさんね。え？なんか新しいタピオカ屋さんできてた。一人で並んでんのかな、その時。もう一人で並んでんじゃない、そら。それは何、並んでる時は、何してんの、一人の場合は。みちょぱのラジオとか、ラジコで聞いて。誰がそれ、クミさんが。クミが。いや、クミさんね。いや、それ別に、並んでる時何してんのとは聞いてないから。それはちょっと今電話して聞いてよ。めんどくさいな、いいよ、別に。聞いてないだろ、みちょぱのラジオは。タピオカ一人で並んでる時何、それ、できない電話、無理。いや、できない、そんなことでさ。なんかもったいぶってるらしいな、事務所とグルになって、クミを出すタイミングを。くだらねえ。くだらねえってなんだ
さん、もったいぶってるとかじゃないだろ。もったいぶって電話できないよ、今。できないよ、できないよ。通常会で電話してよ、ちょっと。通常会で。何聞くんだよ。お願い聞いてくんない、クミさん。何今起きてる、ちなみに。起きてんじゃない、まだ。うん、電話して聞く。何を聞くのよ。タピオカミルクティー、並んでる、一人で並んでる、何を聞いて、何をしてるのか。考えてるか。何を考えてるか、いやいやいや。うん、いいよいいよ、別にいいけど、はいはいはい、別にそんな面白いことはないよ。いや、面白い面白くじゃない、これは報道だから、うん、これはジャーナリズムだから、俺の。いや、ジャーナリズム、これだってどれ電話したらいいかな。うん、ちょっと聞いてもらって、電話がいい、こっちの電話がいい、うん、電話がいいです、ちょっとそのインターネット本電話じゃなくて。ごめんね、カスガ。もし嫌なら別に大丈夫だけど、うん、違う展開も用意してるから。いや、するよ。いや、ここまで来てなんかしないのもさ、気持ち悪いじゃないか。あ、そうか。一応なんか、しなくていいですよは待ってほしいんだけどね、やりとりとしては。まあまあ、それももういいかって感じね。うん。もうね、ここまで来ちゃってんだもん。はいはい、電話持ってこられて、うん。まだ起きてる？起きてんじゃないか、まだ。ああ、遅いらしいな、クミは寝るのが。クミさんね。いや、クミね。いや、クミさんね。いや、クミね。いや、クミさんよ。なんで呼び捨てなの？私だって呼び捨てにしてないんだぞ。うん。うん。でも俺は組合のクミだから、俺の呼び方。なんで組合なの？そしたらクミさんじゃん。イントネーションが。春日クミ。うん。組合のじゃないよ。いやいや。やめてくれ、番号で呼ぶのとかさ。93番。やめて、この間、ライオンズのさ、始球式をやらせてもらったのよ。で、練習ね、試合目の練習見てたの。うん、で、したらさ、西武の秋山選手がさ、バーっとさ、うん、私の来てくれてさ、うん、今日93来てないですかって言われてさ、一瞬わかんなくてさ、何って思ったら、うん、いや、やめてよ、つって言って。秋山さんはもう相当リトルトゥースだからね。いや、聞いてくれてんな、俺、びっくりしたもん、秋山さんのリトルトゥース、うんうん、ラジオ、オードリーのラジオ愛の深さ。うん、そうなの、うん、グラブの下にリトルトゥースのリストバンドしてないわ。怒られるだろ。いや、しないで。これはマジなんですよ。いや、マジじゃないよ。ちゃんとあるぞ。これはマジで。いや、マジじゃない。して、怒られるって。してたよ。そう、私物はしないからね、大体、プロ野球選手はさ。大体、球団のなんかそのね、ノベルティみたいなやつとか。なんかね、スライディングのね、判定が微妙で、うん、セカンド、サードの、うん、それスローモーションが流れたんだよ、うん、テレビ見てたら。したら、うん、リトルトゥースの靴下入ってた。入ってるわけないだろ。野球用の靴下ないだろ。じゃ、マジで、これは。なんだろう、マジで。いや、嘘じゃん、そんなもん。鶏とさ。今、嘘はダメだよ、時代的に。ダメだよ。何でもね、バレちゃうからね。うん、そうだよ、ね。バラエティであっても、ドキュメンタリー方式やなきゃダメだからさ。ほんと、ほんと。うん。入ってるわけない。いや、秋山さんさ、バットのラベルのとこ書いてあったもんね、うん、リトルトゥース。書いてな、怒られるだろう。こんなもん。うん。ライオンズのやつ。これはマジの話。いやいや、それ何なんだよ、さっきから。そんなわけないじゃないかよ。このライオンのマークがさ、ここの、うん、聖堂さんの顔になってた。秋山選手だけだけ。いや、本当に嬉しかった。うん、それだとしたらね。うん。縫い目あるじゃん、公式のボールの赤い糸のところをね、すっよーく見たらね、1242ってこう赤い文字で、縫い方がこう、1242で縫ってあったの、よーく見たら。糸が1242になってるってよく見たらよ。それは、うん、そのボールの回転がスローモーションで流れて、うん、それで1242で、まあ俺ぐらいしか見えないと思うけど、動体視力的に。うん。いや、そんなわけないじゃん。あとバッターボックス入る時の音楽がラブ2000だしな、秋山さん。いや、違うわ。うん、そこはでもギリギリラブ2000だってもおかしくないよね。そこだけは。変な話さ。自分で決まれるからさ。もしも、自分が野球選手だったら、うん、バッターボックス入るとき、何の音楽かける？何笑ってんだよ、お前。失礼だよ、ラジオで俺が、次の展開に行こうとしたら笑うって。どういうことだよ、お前。いや、そのなんか取ってつけたようなさ。別に上手くないさ。お前、上手くないっすよ、お前。進行に向かってさ、オールナイトニッポンの進行に向かって。なんだ進行って。なんや進行もクソも。お前だってのパネラーじゃん。なんだパネラー。オードリーのオールナイトニッポンのパネラーだから。俺は進行。あ、そういう位置づけだよ。そりゃそうよ。これはもうパーソナリティってここ書いて、これ変えてほしい来週から。
パーソナリティってね、お並びで若林さんここ変えてほしい。まず進行、若林正恭、うんうん。パネラー、春日俊明にこの Q シートも変えてほしい。ディレクターのとこも変えてほしいね。ディレクターはディレクターのところは。これは企画構成、演出、石井光に変えてほしい。いや、ディレクターでいいじゃん、別に。で、ここ作家のとこも変えてほしいね、うん、ここはね。作家は雑貨だって、ね、聖堂さんやら。うん。図解。だから作家の前にこれ、うん、ちゃんと置物っていうのをつけて。置物作家って。それおかしい。それおかしいですかね。それおかしい、変えなくていい。ちょっと足りないけどね、もっともっと入れてほしいけど、ここにね。うん。うん、そう？はいはい。うん。で、なんだっけな。スペシャルサンクスにもね、うん、春日組入れてほしいって。グミはさ、今起きてるから。グミやってんじゃないかよ。うん、グミはさ、いや、あの、質感が、うん、体の質感が。いや、グミより、だとしたらグミだな、確かにな。味は何味、うん、グミだとしたら、春日グミは。うん、グレープだね。お前ほんと、もう、血の毛引くほどつまんねえじゃねえかよ。いや、そのパネラーのせいじゃないだろ。進行がおかしい、進行が。今の進行が。いや、さっきの話だけどさ、うん、バッターボックス入るとしたら、ね、そこかい。いや、そこはいいじゃない。何の曲にする？何の曲？うん、俺ね、うん、あの、夜更かしの歌、クリーピーナッツの。夜更かしの歌ってかかって俺はバッターボックス、うんうんうん、立ちます俺だったら。あそう、うん、私はビタースイートサンバで行くよ。それ西武球場でも、うん、そうやでいいじゃん、なんかこう向かってく感じ。ちょっとじゃあやってみようか。じゃあどういうネクストバッターサークルに立ってどこからバッターボックスまで、うんうん、いいよいいよ。あれなんか、うん、あのウグイス城がさ、うん、あウグイス城ってなんでウグイス城っていうか知ってる？いや知らないよ。俺も知らないんだけど。で、あの。持っといてくれよ、そこは。なんか、一番とか言った後流れるの。まあ、メットライフだったら DJ だね。なんかこの、一番。なんかこう、なんていうのこう。DJ がいるんだ。DJ の人。それは、どういう人がいるの、DJ は。で、DJ だ、DJ の人よ。だからそれいるんだ、いつも。いて、呼び込みはだから、女の人はないかな。一番とかじゃなくて。ああ、そうなんだ。うん、一番センター、なんとかとか。ああ、今最近そうか。そう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 。そういうなんか。で、それもやって俺わかんないから。それできるでしょ。え、なに私が若林さんがやるってこと？じゃあ自分の。だってビタースイートサンバでしょ。ああ、うん、いいよいいよ。それ、あそこ、あの、ライオンズの応援歌からちょっと、あの、球場の雰囲気出したいから。いや、どっからやるのよ、それ。ライオンズの応援会をお願いします。ライオンズの、どういうことよ。球場の雰囲気出して、球場、あの、柳沢慎吾さん的に、球場の、球場の雰囲気だけ、俺行ったことなくて、いや、夢ではある。西武ドームで、うん、うん、オールナイトニッポンのイベントやるの夢であるよ、俺も。でも行ったことはない。ただ、高校生ウルトラクーズでしか。一回あるな、二人で。あー、まあ、ドームのになる前ね。そうそうそう。うん、予選、関東の予選があそこだからね。そうそうそう。うん、それはまあまあありますけど。ちょっと、柳沢慎吾さん的に球場の雰囲気だけちょうだいよ。どう、球場の雰囲気、うん、いろんな音、うん、音ちょうだいよ。いろんな音ちょうだいよ。うん。あのね、ウリコさんの、ちょっとちょうだい。西武ドームの雰囲気ちょうだい。うん。うん、じゃあ行きましょうか。うん、うん。4番、サード。春日俊明、わー、ダメに行かすか、ダメに行かす、ねえ、カット合わせ、春日、カット合わせ、春日、おーおーおーズワーファイヤー、カット合わせ、春日、ちょっと一回やめて、一回。サイエー、想定してた音しか聞こえないの。もっとこんなもん、ね、風の音とかするだろ、風の音。風の音なんかしないよ。あとほら、うん、西武遊園地のジェットコースターの音とか。いや、ジェットコースター、そんな聞こえないよ、距離感的に。人工スキー場のね、うん、みんなが。いや、スキー場の音なんか聞こえない、室内なんだから、あれ。やってねえし、今まだ。あ、そう、うん、そんなもんか。こんなもんよ。でも一回、そう、行ってみたらいいよ。ビタースイートサンバじゃなぁ、うん。ちょっと、なんか、違くない？春日がバッターボックス入るとして。そう、うん、ビターぐらいいいんじゃない？なんかあるだって。春日がやっぱいつも歌うのはね、うん、
何がいいかな。春日が、うん、そのバッターボックス立つとしたら、うん、結構あれウルトラソウルはどうかな、ビーズさんの。いや、なんでなんなんでよ。なんか、まあ、別にいいけど、うん、まあ、ゆかりがないけど、ね。いや、カラオケでいつも締めに歌ってる。いやいや、それ多分私じゃないよそれ。誰かと間違えて歌った一回もないわ。一回もないし、ウルトラソウルはやっぱちょっとなんか水泳のさ、大会っぽくなっちゃうじゃん。イメージがやっぱり。うん。それって、バッターボックス入ったら音楽消えんの？で、そう、だからバッターボックス入るまでだからね。このネクストバッターがバーって歩いていくときに。歩いていくときに流れる。流れて、そっからもう、もうそう流れない。でもやっぱラブ2000だな。秋山選手と被っちゃうけど。いやいや、違うの、秋山選手。多分2000あのサングラス、ネクストバッターサングルつけてて、カズヤが。つけてて、バッターボックス入る直前に、投げるってこと？そうそうそう、投げて。ふざけすぎだろ、それ多分。今あるサングラス持ってる今日は。サングラス持ってる。ちょっとじゃあかけてみて。ラブ2000今かけますから。はい。いいだよ。ネクストバッターサークルからやってください。バタバタしてんじゃん、もういいよ。ん？ラブ2000はさ、常にさ、石井ちゃん置いとこうよ。その、俺たちはその結構使うからさ。ラブ2000。うん。ラブ2000ね。サングラスかけてて、いつも。サングラスかけてて。で、呼ばれてからね。で、あと4番はちょっと言い過ぎだわ。うん、春日はプロ野球選手になるとしたら、うん、7番だと思うから。ちゃんと7番、まあ、7番でもいいよ。7番レフトね、ちゃんと。7番レフトで全然いい、うん。うん。ファーストだな。7番ファースト。いや、もうほんと山川選手じゃないか、そしたら完全にさ。うん。今のね。まあまあいいよ。あの、バッターボックスに入ると、時にちゃんとサングラス取ってよ。うん、はいはいはい。うん、これ、あれした方がいいな。うん。で、あの、うん、呼ばれるとこから。はいはいはい。うん、お願いします。言いますか、大丈夫？うん。ラブ2000。はい。まだかい？じゃあ、あの、うん、ネクストバッターサークルからちゃんと。ネクストバッターサークル。もうすでに入ってて。入ってね。そうそうそう。相手のこの球見ながら、うん、こっちもこうタイミングを合わせてこう待ってますわ。そう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 。うん、こうね。うん。できて。で、もう呼ばれるよ、多分。うん。うん。7番、ファースト、春日俊明。あれかっこいい、かっこいいな。いや、ガチャンって音ってんじゃねえか。転がってることになるの、その間にサングラスが1個。いや、そうだ、ネクストバッターとバッターボックスの間にサングラスが落ちてる状態だよね。でもしたら、それはあれかな、うん、そのファール、うん、ファールボール取るあの係のバイトボールが取りに行く、うん。ボールボーイがパーッと走ってきて、サングラスをサッて取って、またライオンズのベンチに。それか8番の選手が拾ってくれるのかもね。ああ、いやー、でもボールボーイじゃない？そう拾った、まあまあ、うん。あ、でも、8番でもいいか。でもちょっと待ってよ。何よ。そこで外さないかもな。なんでよ。うん？え？ヒット打つじゃん。うん、で、どっか、こう、ベースランニングしてるどっから外すのかもな。どこがラストスパートかわかんないけど。それはだって、打球の行方によるだろうよ。うん。そうか、そうか。その、なんか、外野の間割ったら、二塁に滑り込む直前で外すだろ。ホームランだったら外すだろ。俺、がっかりしたのよ。カスはさ、うん、ギネス記録作ったって。はいはい、ね、乗っけてもらいましたよ、うん、ニュースあったじゃない。はいはい。あれで水中メガネつけたまま達成して、うん、てたでしょ。それはもう水中の競技だからね。あれもおかしいんだよ、本来。何がよ。カスが2000だとしたら、なんでカスが2000って。で、あれ何回上げたらギネス記録だ。すごい競技だよね、水中の中で。俺あの写真見てびっくりしたもん、うん、ニュースで流れてきて、うん、カスがまた、うん、ギネス記録達成とか言って、ついこの間だよね。そうよ。で、うん、あの水中でベンチプレスやんだよね。いや、そう、水中なんだっけ、水中で、うん、ベンチプレス連続上げみたいな、はあ、すごいよね、うん、それで、うん、あの何回上げてギネスになったの、うん、何回だっけな、何キロを何回上げたのよ。50キロかな、はあ、50キロその記録あんま覚えてないけど、うん、記録があるじゃん、その今までの記録をギネスの、まあ、2、3回更新したみたいな。へー、43回かな、40回ぐらいだったのかな。50キロ
うん。やっぱ軽いの、水中だから。40キロぐらいになる感じ。ああ、でも重いじゃん。まあ40もなかなか。40でその回数大変よ。で水中だからなんか。で、水中でずっとやってたんだよ、こうやって。うん、水中で、うん、やっぱ浮くのよ、体が。はいはいはい、で、一応腰の重りつけてんだけどね、あのダイビング用のさ。すごいね。だけど、ケツが浮いてくるからさ、ベンチのさ、下の足のところにさ、私の足をこう絡みつけてさ。写真、どえらい写真だったよね、ネットの。で、こう、もうやった。で、俺やっぱあなた、息が苦しい中上げなきゃいけない競技だ。だから人間の、うん、人間ってすごいなって思ったけど、うん、やっぱ極限状態だからさ、うん、立ってたもんね、写真で見たらあったけど。立って怖かった。なんか怖かったもん、見て。いや、立ってないのよ。あんな写真大丈夫かな？いやいやいや、立っちゃないのよ。うん。立ってない。立ったら、その、出るしね。絶対出ちゃうし。失格になるのかな、そしたら。失格ではないじゃん。あの、要項があるのは、やっぱりギネスの、細かいの。だから、胸から、胸の上何センチ以上下げなきゃいけないとかさ、肘もちゃんと伸ばさなきゃいけない。いろいろ項目あるんだけど、立ったらアウトってのはなかったからね。ああ、じゃあ大丈夫だ。立ったとしてもよ。立ってないけどね。記録は何、うん、40何回だったの ?43?3 とか。だとしたら、うん、まあ、40回ぐらいで、まあ、水中メガネ外さなきゃいけなかったよ、ね。いやいや、無理ですよ。その連続で上げなきゃいけないから。どうやってそれを外すのよ。手が塞がってんのに。で、そういう、だから、ラストスパート。片手で持つしかない、一瞬。いや、そんな、まあ、難しいって。それ難しいって。うん。だから、こう、あげるだろ、うん、あげて、うん、あげ切る寸前でパッて外してまた持ってやるしかなかったかもな。あー、だからこう、あげて。頭の中では流れてたと思うのよ、40回あたりから、ラブ2000が。いやー、まあ、それも流れてなかったけどね。あ、そう、それは寂しいけどね。うん、ね、多分手を離したらアウトみたいなのもあったんじゃないかな。あー、そう、うん。ダメ。離した時点で多分。あ、すごい、これ、スポーツ、デイリースポーツ。うん。これ、立っちゃないよ。舐めてもらっちゃ困るよ。立ったら出るからね、絶対。あ、そう？私の場合、それぐらいのパンツだったら、うん。うん。立ったら確実に出るよ。これめちゃくちゃ面白い競技で、写真で、これ。めっちゃ爆笑したさ、これ知らなくてこれに挑戦してるってこと。38回は、春日のギネスは、うん。あ、こっちが別のやつか。パンツを、30秒間でパンツを最も多く履いた数が16枚で、うん、あれだよね、あ、更新、チェリー吉武さんに更新されてんだ。チェリーちゃんがね、デラックスかなんかで更新したんだよね。へぇー。うん。で、春日、水中ベンチプレスの最多が43回。うんうん、これ春日が新記録を、今前までの40回を塗り替えたんだって。うんうんうん。38回あたりで取ってほしかったけどね、この、水中メガネは横に投げて。で、見えなくなっちゃってガチャガチャってなって。いや、もうそういう雰囲気じゃないからね。その番組でね、やらしてもらったんだけどさ。もう、やっぱバラエティのロケとはちょっと違う感じなのよね。やっぱ、ギネス出すしかない空気だ。うん。もう頼むよってこうね、案に言われてる感じ。へぇー。うん。やっぱそういうロケの現場で見ない背広着た年配のなんか、うん、ね、はい、偉いスタッフさんみたいなのいたもんね。ああ、そうか。演出さんなのか。ちゃんと知ってる番組だから。ええー。来月1日放送か。うん、すごいね。これ、ギネスが3つ目なんだ、うん、じゃあ、春日が。持ってる。3つ目ですな。達成が。ありがたいね。パンツも、昼なんですだったよね、うん、確か。そうそう、昼で、体ウィッカーなんかの時やったんだっけ、うん、うん。並べてさ、あそこにさ。はいはいはい、やってたよ。やったじゃん。あれもサングラスかけてなかったからな。あれサングラスかける意味がわかんない。そうそうそう。うん、あれは無理よ。うん、あ、そうか。でも、すごい面白いね、この競技ね。まあね、変わったこんな競技をね、よく見つけてきてくれてさ、はい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 、番組がね。はいはいはい、はい、うん。やらせてもらいました。ありがたいです。いや、そうかそうか。まあでもちょっと今のは、まあ冗談としても、クミさんに何を聞くんだったっけ、いや、もういいよ。何を聞こうと思ってたんだっけ。いや、その、タピオカ並んでる時に、何をしてんのかちょっと電話してもらっていい？ちょっと。いや、もういいだろ、もう時間も経ってるし。いや、随分もう。俺なりの進行なの、やっぱこの番組の進行だから、やっぱクミさんに考える時間が一応あった方がいいかなと思って。いや、考えるとかじゃないじゃん。考えどんどん、セラもなんか上がるじゃんか、期待がよ。
大喜利みたいなことではないからね、これ。あ、そうか。うん、ちょっといい、うん、電話してもらっても。いや、もういいだろう、もう時間。あ、わかりました。じゃあ、電話しないでいいです。いや、するよ。そんなに言うんだって、これ。うん、これ電話番号合ってるかな、これ。ああ。うん、電話なんてしないからね、待ってるか。あ、そうっすか。うん。これでかけた方がいいね、電話でね。うん、もう間違えてかけんなよお前。いや間違えてかけないよ、別の女性に、うん、いやもう女性の連絡先が入ってないからね、もう消したからね、うん、うん、全部消したからさ、パラダイスの連絡先とともにね、うん、そうね、うん、なあなあと、うん、久しぶりよ俺もグミさんと喋るの、うん、あ、グミさんね、うん、うん、もしもし。あ、もしもし。あ、出たね。あ、お久しぶりです。若林です。お久しぶりです。久しぶりです。待ってました。どうも。その後の春日はどうですか、うん、はい、いや、もういいだろう、そこは。その後、そうなんですよ。そろそろ若林さんにお話ししようと思って、うん、ちょっと最近、怠けてるんですよね。その言い方。なんだその怠けてるっていうのはどういうことを怠けてるんですか。怠けてる、怠けじゃないよ別に。あの時期、はいはいはい、例のね、そうです、うん、なんか謹慎状態のあの感じは勝手になんかもう解いちゃってて、自分でセルフで解いちゃった。そうなんですよ。いや全然まだまだ執行猶予中のはずなのに、なんかちょっと最近態度がでかくなってそれ、やっぱ一緒に住み始めて、やっぱりちょっと態度がでかくなってきちゃった。態度でかそろそろちょっと若林さん連絡しなきゃと思ってた。確かにね。ちょうどよかったです。なんかゲームとかふてぶてしい顔でずっとしてるみたいな話を聞いてて。いや、ふてぶてしい、そうそう、なんか、うん、そうなんです。ゲームやってもいいでしょ、別にゲームは。困りますよね、タピオカミルクティー買ってこいなんつってね、停止関白かまされて。買ってこいなんて言ったこと一回もないよ。春日さん、すごいタピオカ好きなんですよ。おい、やめてくれよ。おかしいね、このラジオでは。やめてくれよ、おい。そんな一面見せないですけど、タピオカが好きなんですか、春日さん。やめてくれ、もう。なんか、どこどこのタピオカがまた出たんだよとか言って、聞いてないのに。聞いてないのに。やめて。なんか、俺がさ、タピオカの話オープニングでしてたら、なんか、ちょっと、ハスに構える感じでしたよ。いや、構えてない。普通に聞いてたよ、話。全然、あ、そうです。チャチャが吠えてる。チャチャがね、名前はあれですもんね。名前はいいんだね。いいじゃない。そう、なんか、そう、だから、あ、タピオカの話出たと思って、多分今、春日、すごい嬉しいだろうなと思って聞いてました。嬉しかない。あ、だからあれだ、うん、並んでる時はカズが喜んでくれるかなとか考えてる感じですね。あ、それはないですけど。この話の流れだったらありそうだったよ。並んでる時はもう砂糖入れるか入れないかしか考えてない。あ、それ何、買う時になんか選べるんですか、砂糖を入れるとか。そう、選べるんですよ、うん、ちなみにカズがノンシュガーと砂糖入りどっち好きなんですか、カズが。春日さんはノンシュガーです。ああ、やっぱノンシュガー、まあまあ、そうか。なんか、ボディビルのこともあるし。そうそう、多分そうなんですけど、砂糖入れちゃうと、飲みながら、いや、やっぱ砂糖はなしだなぁ。腹立つなぁ。本来の甘さだけで俺はってことですよね。そう、だから多分これ相当好きですよ。ああ、そういう一面があったんですね。まあまあいいじゃないか。意外と自在に乗ってるタイプですよ。いや、いいね、いやそうですか。ちょっとね、その辺、ちょっと、やっぱこちら側だけでは気づけないっていう部分もあって。そうなんですよ。なんかたまには、僕は、テレビとかで呼び捨てにしてるじゃないですか。それはなんか、いろんな理由があって、なんだろうな、こう、クミさんっていうのはやっぱ他人行儀っていうか、はいはいはい、それは大丈夫ですか、僕が呼び捨てにしてるのは。いや、もうめちゃめちゃ嬉しいです、なんか。なんで嬉しいって呼ばれるために。何が嬉しいの。あともう93番は本当に面白いと思って。大丈夫ですか、天才と思って。はい、大丈夫。全然。もう93番も。しかも今のクミの話もすごい面白いです。ああ。ありがとうな、クミな。おー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 。距離詰めすぎだろ。じゃあちょっと、春日さんにこの後もラジオ続くんでね、ちょっとエールの方を、なんだ、いらんよ、クミからお願いしてもいいですか。いらないエールなんて。うん。あ、どうも。はい。うん、
いいよ。こんばんは。もしもし。はいはい。頑張ってます？いや、もう頑張ってますけどね、その、いい、別にエールなんて。すごい、チャチャがすごい聞いてる、今。声がするからね。いや、ちょっと待って。変なとこで切るなよ。え？変なとこで切るんじゃないよ。いや、ごちそうさまだね、本当に。何がごちそうさまだ、やめてくれよ。ちょっとなんかこう、すっごい夫婦感見せつけてきた、二人が。いや、見せつけてきた。俺今、二人の会話聞いて思ったもん、うん、俺。ああ、結婚したいなって思った、俺。どの部分でよ。夫婦っていいなと思う。どの部分でよ。もしもし、つって。うん、で、カスがちょっとめんどくさそうに、もしもし、あそこ。俺もサングラス投げたもん、あそこで。なんでラストスパートなんだよ。さすがだね、93番は。いや、さすがだ。やめてくれ。あ、まあ、これ、うん、あ、ダメだよ、事務所的に。なんか、1年に1回だけしかメディアに出さないみたいな、なんか計画があるみたいだから、その、まあ、小出しにしていかないとってことはあるみたいだから。まあ、その辺ね、俺は、うん、会社との戦いになってくる。なんでよ。いや、別に、若林さんが争うことじゃないでしょ。いや、別に、事務所が止めてるわけじゃないからね。春日さんは、うん、毎週電話っていうのはどう？なんでだよ。なんで毎週、おかみさんと電話をこうしなきゃいけないんだよ。ラジオ通して。それはオープニング。公共の電波で。うん。オープニングは、うん、電話毎回するっていうの。何を聞くの？頑張ってって言ってもらって。いや、いいよ。そんなもん家で言ってもらってから来るわ、そしたら。スペシャルウィーク来てくんないかな。いや、来ないよ。チャチャね。なんで犬が来んだよ。犬が。チャチャのオールナイトニッポン。チャチャのオールナイトニッポン。人数多くなっちゃいますけど。いやいや、あのチャチャはもう来ないからね。チャチャ、うんの、スペシャルウィーク、どうかな奥さんとは言わない、俺は。チャチャがゲストっていうのはどう？いやいや、そんなの何分出るかわかんないけど、もう、ずーっと吠えて終わりだよ。この環境で吠えるかな、そこの席。めちゃくちゃ吠えるよ。やっぱ、怖がっちゃうってことか。じゃあ、あんまり良くないか、うん、その動物、うん、愛護の観点からしたらね。まあ、愛護なのかはわかんないけど、何もできないよって話よ。ええー。吠えないとしても、ね。で、それなんか俺たちが知らない家での春日のトークとか聞きたいじゃない、だって。誰に？チャチャがさ。いや、おかしいのか。うん。おかしいんじゃないか。いや、さっきのクミさんみたいにさ、うん、俺まさか春日が、タピオカが好きってよ、俺は、クミさんじゃないと知らない情報で、お前カッコつけんなよ。タピオカにそんな興味ないふりしてテレビでムーブしてっけどさ、お前そういうとこダサいよ。ね、結局もう。いや、それやっぱりさ、恥ずかしいじゃない、それ言うのね。だから俺なんか、この一週間、ずっと誕生日お祝いしてくれた番組が、で、なんか、ケーキとか持ってきてくれたりするときなんか、うんうん、ハスに構えてるじゃない。だから5年前までいいよ、35ぐらいまで。で、春日がなんか、若林の誕生日興味ありませんみたいなスタンス取るからさ、うん、なんか俺はなんかもう恥ずかしい、逆に。もっともっと食いついてこなきゃ、俺の誕生日。いや、別にハスに構えているわけじゃなくて、その若林さん主役だから、うん、別にちょっとこうね、うん、一歩引いてるというか。いや、じゃあそれは。それはだっておかしいです。どうしたらいいのよ。で、スタッフがさ、うん、ハッピーバースデーの歌歌ってる時とかもさ、うんうん、歌ってないじゃん。歌わないで、別に。なんか、歌、手拍子ぐらいしてこうやって。歌いはしない。いや、一番歌わなきゃ。いや、おかしいよ。逆にダサいよ。今はちょうどいいのは、一番歌うだね。一番歌って多分びっくりする、スタッフさんも。困ると思うよ。そうで、うん、なんか俺がろうそく消す前に消しちゃうとかさ、春日がさ。いや、もう今いいな、それもう。そんなの恥ずかしくできないでしょ。できない、できないですか、やっぱり。で、おいみたいなやつでしょ。そうそう。そんなこと恥ずかしくてさ。できない。でも驚いたね、お前がタピオカ好きっていうのは、うん、クミさんしか知らない情報だし、あとやっぱ砂糖はなしだな、つって家で言ってんのも知らなかったしさ。そんなの別に、自分から言う話でもないしさ。お前トークゾーンで言ってよ。いやいや、どういう話すんの？最近タピオカ、まあクミがね、買ってきてくれて。うん、クミさんね。で、やっぱタピオカって、うん、やっぱ砂糖なしだな、つって。それ、トークゾーンで言わないと。何が面白いんだ、その話。
俺たちはわかんないじゃん、そっき。で、お前がなんか、勝手にセリフで謹慎といて、調子こいてんだって、それで。それでも俺は、調子こいてないよ。クミさんから聞かないとわかんないからさ。まあまあまあ、そうね。クミさんはさ、なんでさ、この電話が急にかかってきても、どっしり感あんのかね。うん、なんか、なんかやってた、なんか、キサラとかで。やってないよ。店員さんだったんだっけ。店員さんじゃないよ、別にキサラ。すごいどっしり感があるんじゃない。ルシファー吉岡と大違いじゃない、急な電話に対する、そのさ、もうムーブが。それはやっぱり、なんか、何もないから、何もないというかさ。うん。やっぱ芸人なんかかかってきたらなんかね、うん、しなきゃいけないっていうのが働くからじゃないの、うん、いや、クミさんの、その、動き方は、喋、うん、り方は、うん、計算してるよ、あれは。いや、そうなの？うん。計算じゃ別に普通に答えてるだけじゃない？別になんかその、うん。うん、何か爪痕っていうのを意識してないからなんじゃないですか？そうかな。うん、そういうことよ。でもなんか喋れる感すごいしない？なんか、あの電話してて、するよね。いや、普通に話してあのもんだよ、普通。普段から。そう、二人でこう、食卓でこうトークしてたら、押されてるでしょ？うんその、なんつうんだろう。テロップ量で。いや、押されちゃない。テロップ量、クミさんに押されてるよ、お前のリビング。押されちゃないよ。それはじゃあ、うん、やらしてよ。V 取らしてもらって、二人のから。それ水ぐっちゃんに一回預けます。そしたら水ぐっちゃんがどっちにテロップのつけるか。それは、勝負させて。おめえ、なんだよ、それ。なんだよ、どこが流してくれんのよ、その VTR。流さないと、プライベートで。なんでプライベートそんなことやんなきゃいけないんだよ。押されない？え？クミさんの方が今日、うん、お仕事しててこういう話だった。友達だってこういう話があったって、うん、エピソードトーク押されてるでしょ、カズ。押されちゃないよ。え、じゃあカズがもう、スタジオで、うん、今日こういうことあってっていう話で押してる？クミさんのこと。押してもないけどね、別に。じゃあどういうこと押されてんじゃねえかよ、じゃあ。押されちゃないよ、そんなもんは。うん、押してもいないけど。あ、そう。うん、まあ、量はやっぱり、うん。うん、8、2ぐらいだけど、向こう8ぐらいだけど。喋る量が。喋る量はね。だけども。うん、そう、別に押されてはいない。いや、でも、そう、そこ考えるとなんか、自分でも気づかなかったよ。タピオカとかの話とかして、うんうん、抑えてるわけじゃないのね。タピオカの話が出た時に、実は俺も飲んでてっていうのを。別に抑えてるわけじゃないよ。俺は別に、そのね、はい、その、うん、抑えてるわけじゃない。なくてね。うん、そう、うん、言わないだけだよね。うん。でもなんかこう、日々さ、うん、信頼が積み重ねてってて、うん、またなんかこう、住む前とは違った愛情が芽生えてるでしょ、うん、お前の中に。そういうもんだから、夫婦って。まあまあ、そうね。うん、やっぱりそのお付き合いしているってこととやっぱちょっと違うよね。そうそう、お互いがもう好きだ好きだってこう、うん、お互いで向き合ってるんじゃなくて、生活という目標に向かってね、同じ方向を向いてるっていうターンに入ったと思う、お前たちの愛は。誰が言ってんだ、それ。いや、俺が言ったっていいだろ、別に。なんでそんなことを教えてもらわなきゃいけないんだよ。あそこが好き。と、都市のあそこが、春日のあそこが好きっていう時期は終わりね。うん。それはおそらくだけど、もうほんと、なかなか続かない、そういう時期っていうのは。でも、今回結婚して、うん、幸せな家庭を続けていくっていう目標に同じ方向を向いている二人なわけだよ。まあまあ。それは実感してるだろう、お前も。おい、詰めてくるなよ。誰が詰めてくんだよ。なんで詰めちゃいけないんだよ、逆に行くけど。それは良くないよ。いや、それはさ、うん、その、例えばね、まあ、その、ね、うん、結婚歴、その10年とかさ、うん、まあまあ10年、5年ぐらいでもいいわ。うん、私の先輩夫婦の旦那に言われてんだったら、まだ、そうっすねーとやっぱりね、うん、思うけど、うん、考えるけど、うん、やっぱりそのね、うん、私よりも、下の人間にさ、それは良くないよね。みんな言わないようにしてることだよ。石井ちゃんだって、聖堂さんだって、里光だって、ヒロシだって。まあ、結婚してるから偉いとかじゃないけどね。うん。うん。みんな前室で俺に言わないようにしてる。みんな気をつけてるぞ、最近前室で。結婚してる感を出さないように、俺に。みんな結婚してるから、やっぱり若林さんのことを、下だってば。
まあ、どっかでは思ってた。それは良くないよ。それは時代遅れよ、うん、その見方は。まあ、いろんなその価値観があるからね。うん。いろんな生き方があるから。そんな分かりやすいマウンティングダメよ、今の時代。いいんだけど、うん、いや、若林さんの、その立ち位置が、うん、その結婚歴何十年みたいな、ところからこうね、言ってくるから、はいはい、言ってこられたから、違和感を感じたっていうことよ。申し訳ないよな、うん。私がその、いろいろね、どうなのって聞かれるんだったらまだいいんだけどね、若林さんにね。俺はでも、聞こえてるから。もうだから無敵なんだよね。そうなってきちゃうと。同じ方向向いてるからさ。うん。言ってもいいんじゃないかなって、俺と岡村さんなんか思うけどね。いや、もうそういうことも。なんか悩みあったら相談してよ。俺で良ければ。いや、良くないからしないわ、相談。叱るべきもの、誰かに聞くよ、結婚してる誰かに。ああ、そうか、そうか。うん、そこはね。ごちそうさまだったな、今日のオープニングは。でも、うん、あんまりこう、こすっちゃうと新鮮味なくなっちゃうから。うん。隔週で、電話隔週。いや、こすりすぎだよ、それも。半年に一回ぐらいでいいわ、あるとしてもね。あ、そうか、そう。年一でも。ただ、ちょっと石井ちゃん、スペシャルウィークにちゃちゃっていうのは、一応揉んでくれないそっちの会議で。うん、揉まなくていいよ。どうすんなよ、犬来て。いろいろお前のその家でしか見えない春日知りたいのよ、俺は。犬からどうやって聞くんだよ、それ。それは入れるから。入れるって何？犬の、なんかこう、天の声的な感じで。一人誰か入れるから。乗せるってこと？うん、花子の岡部くんとか。うん、まあやってたからな。花子の岡部くんが、その、ちゃちゃの感じで、こう、ラジオでできんのかな、そういうの。俺が振ったら、春日はこうですよ。なんて呼んでるかわかんないけど、ちゃちゃが、春日のこと、うん。まあ、そうね。私も知らないよ、なんて呼ばれてんのか。なんて呼んでんの、ちゃちゃは春日のこと。いや、それ春日じゃないの？え、なんかこう、うん、帰ってきたら、ちゃちゃが寄ってきたりするでしょ、足元に。まあ、するね。春日、春日って言ってる感じ？ちょっと俺帰ってくるとこやるから、その言葉でやってみてよ。で、俺、で、歩いてるとこがね、廊下。で、歩いてて。あれ帰ってくんじゃない？あれこの足音知ってる？あ、この足音知ってるぞ？ガチャ、ただいまー。あー、帰ってきたー！やったやったやった！帰ってきたー！あー、よしよしよし。おかえり！おかえり、おかえり、おかえり！おかえり！おかえり！ありがとう、帰ってきて！やった！やった、帰ってきたぞ！春日、春日。やっぱ岡部くんうまいね。そりゃそうだろ。こうやって聞くと。あ、でも岡部くんのものだから。あれやっぱすごいわ、岡部くん。すごいよ。それはすごいです。無理無理無理。うん。日霊プレゼンツ。オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい。日霊。日本イーリモデル。サミー。日本触媒。クレ工業。日本大学、出光昭和シェル、下花物流、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。ステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日に学べ。ラグビーの、うん、ワールドカップ始まりまして、うん、春日さんもね、うん、埼玉県の方でね、ええ、ラグビーの仕事されてたりしますけど、そうね、やっぱ開催都市サポーターだからね、うん、ね、ありがとうございます。あんまりこうルールとか知らないと思うんですけどね。まあそうね、うん、うちの佐藤大輔も秩父の宮ラグビー場立ったことある男ですから、うん、すごい。中学の時ラグビー部でね、まあ明らかにこうロック体型ですよね、体もね。まあね、うん、もう知らねえだろ。ポジション全部言えんのか、それじゃ。キッカーでしょ。キッカー。いや、ポジションじゃないよ、それ担当だよ、もうこれは。うん、まあ別にそれはいいじゃない。言ってみ、ポジションいくつか。うん、5個言えたら合格にしてあげるよ。あ、そう、うん、フォワード。いや、それはなんか、フォワードってことで、その、フォワードバックスの全体のこと言っちゃってくれ、ダメです、もう。タックラー。タックラーダメだ、こりゃ。あ、そう、うん。そんなことになっちゃってんのね。まあ、そうね。でも、あれだよ、だから、この間も言ったけど、うんうん、もう、知らなくても、なんか、
競技場行ったらもう、はいはいはい、反則とか出るからね、説明してくれるから、確かに確かに。分かったら、ポジションを知ってるしね、関係、大丈夫よ。まあ、そこはいいじゃないってことね。そこはいいじゃないか。まあまあまあね、確かに。うん、そいつはやっぱなんで止まったのとか思うけど。はい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 。うん、思うけど。で日本で開催っていうのももうすごいことなんだけども、うん、やっぱり、やっぱりさ、まあ、サッカーのワールドカップもそうだったしさ、で、現場大輔と一緒でさ、うん、ロシア戦でさ、あ昨日ね。いかに、で、ちょうどこう、8時収録終わりみたいな。うん、もう、ちょっとでも、うんうん、現在の状況を聞きたくなくて、あー、なんか、録画かなんかして。そう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 。で、見ようと。なんつうんだろう、そういう、こう、ラグビー見るかもしれないな、点数、今勝ってますよとか、うん、負けてますよとか、うんうん、言わない、うん、なんつうんだろうな、言わない方がいいんだろうなって、いうタイプの、スタッフさんじゃない番組の収録だったから、その、なんつう、言いそうな感じの、チームの収録だったから、結構、うん警戒してて、二人で。だからなんかテレビは二人でつけないようにしてたの、学会の。なるほどね。だどこのチャンネルで急にかかっちゃうかわかんないっていう。まあまあそうね。どっから入ってくわかんないから、ねそうそうそう。入ってくるから、ね。で、スマホももう見ないでさ。スマートなんかもうダメよ。ラジオもつけちゃダメだし。うん、で、結局それで LINE とかもなん、まあ、LINE もなんかね、来てるけど見ないように、その、勝ったねとか。うんうんうん、来てる人がいるかもしれないから。そうだね。よくなんかね。うん、で、俺、ついで、なんか家ついて、お情報入んないまま家つけて、あ素敵。うん。素晴らしいね。で、うん、まあ、その一緒に見る約束してたのよ、高校の友達と。おうん、はいはいはい。で、大丈夫だったわ。大丈夫ね、お前たちも。みたいな。うん。うん。で、見始めた時にやっぱ思うね。これ、オールナイト病だわ。いや、うん、知っちゃえよと思って。どうすんだよ、明日と思って。普通にスムーズに行ってどうすんだよと。トラブル。一回しろと思って。トラブル起きろ、バカ野郎。そうそうそう。何もその、何もその感情が動かないからね。そう、だからこう、抑えて、情報入れないで、つけちゃって、で、ハードディスクに移行するまでの間に、うん、なんか、舘ひろしさんがガッツポーズしてるみたいなことになれやと思って。はい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 、全然知らないで始まっちゃって。っていうのがあったけども。はいはい、で、ジャージ着てさ、自分で。日本代表。はい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 。見始めて。うん、で、まあまあ、試合す。で、俺とか、大輔がやってこれ、ルールがだいぶ変わってんだけどね。細かいこと言うと、すごく。ラグビーもそうなの？ラグビーってこう、うん面白く見れるように、すごく変わってんの。うん、で、うん、それはいいんだけど、うん、で、試合勝ってさ、まあ非常にもう面白くて、はいはい、なんか、いやーこれがなー、日本で行われてんだろうな、みたいに思うと同時になんか心の中になんつうの、こう、ざわざわ、ざわざわっていうものがあるっていうか、ラグビー部、中学のラグビー部のことを、やっぱ思い出すんだよね。やってた頃の。やってた頃の。あまあ、そうだろうね。そういうそれで、なんか、ラグビー部だった友達も多いから、うん、今日まで言いにくかったんだけど、ラグビー部が、日大二中二高って、全部の部活の中で一番きついのよ、練習が。そうね。うん。で、ヒエラルキーって言えば、俺らの時はよ、一番の上だったね、明らかに。まあ、一目置かれてましたな。そうそう、きつい練習してるから、男子校だし、あいつらそれに耐えてるみたいな。だから、ちょっと楽しい思い出は一個もないんだよね、ラグビー部の。ああ、もうきついっていう方がもう、立っちゃって。そうそう。で、なんかこう、小学生って無邪気にこうやってて、で、中学入って、なんかラグビー部が、あって、野球は、そんなに上手くないんだなって思ってたから、はいはい。何の部活入ろうかなって、親父が、ラグビー部あんだみたいな。背が低いやつの方が、いいポジションがあんだよとか、言われて、で、俺低かったから、すごい背が、その時。クラスでも、前から2番目とかだったから、いいのかなと思って、入ったのよ、うん。はいはい。で、4月が仮入部で、中1の、うん。で、5月から本入部じゃん。5月1日から。うんうんうん、そうでしたな。で、仮入部の時に、なんか何を着ていけばいいのかわかんなくて、うん、仮入部も2、3週、2週間ぐらい、うんまあ、体操着でやってたりしたんだけど、うん、
たまたま小学校の時に、親父がなんか誰かに、うん、親父の会社の人かなんかにもらったんだろうな、俺が。うん、オールブラックスのね、それこそ、ニュージーランド代表の、ジャージを、キッズの、を、もらったんだよ、多分。はいはい。だからそれをね、ラグビーのジャージだから、着て、仮入部に出てたの。うんうんうん、したらなんか中2と中3の先輩がさ、うんうん、お前いいな、それ。一番強いんだぞ、世界で。とか言って、うんうん。あ、そうなんですか。とか言って。うんうん、で、結構いいやつだよ、これ。つって。うんうん、ああ、そうなんですか。いいな、みたいな、うんうんうん。会話をしてたわけ。はいはいはい。で、5月1日に入部届書いて出すじゃん。うんうん、で、5月1日からもう正式に、ラグビー部としての練習が始まったわけよ。うん、はいはい。そしたら、それまでめちゃくちゃ優しかった中2と中3の先輩が5月1日、いきなり、お前今日からそれ着るね。めっちゃなんかその、小6から中1になって、僕は初めてなんかその、大人のっていうか、縦の。はいはいはい。え、なんか大人の裏表みたいな。うんうん。いや、いきなり、白しか着ちゃいけ、ダメだからな。あれ？昨日までのね。怖っ。うん。いいなとか言った先輩が。そう。うん、でも、白いジャージ、急いでさ、2枚買って。たんだよね。で次の日体操着になって白ジャージ買いに行くまで、うん、なんか体操着みたいな、うん、めちゃ怖いじゃんと思って、お前着んなよそれ今日から中2になんないと着ちゃダメだから白いみたいな、うん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 、まあルールはあるよね。その急に変わった、あの4月優しかった、うん、で、うん、ボールの空気を入れてたの5月1日に、うん、俺言われた後、お前それ明日が来てくんねよって言われた後、うんうんうん、でも今すぐ脱ぎたいんだけどぐらいの気持ち、オールブラックス。切ないだろ?145センチぐらい俺身長その時。うん、そしてボールの空気を入れて、それをなんか、4月の時はなんか、うんうん、なんか、キャッキャキャッキャ笑いながら入れてたの、うん。全部入れろみたいな。うん、怖ーと思って、で空気を、うん、なんか急げみたいになってるの、空気入れるの。うん、もう5月1日から。もう部員だからね。うん、仮じゃないからもう、ね。したら、うん、なんか中二の先輩が、ラグビーパンツがあるじゃん。うん、はいはい、ラグビーパンツの股間のところをこうやってめくって、うん、チンコって言って、うん、チンコを見せてきたのね。はいはい。で、どういうことかっていうと、これ、うん、あの、ほんと下じゃなくて、うん、ラグビーパンツの下に下着としてのパンツを履いちゃいけないってことを、その時に初めて教わるんですよ。これ、わかる？この文化。ラグビーの人なんかそういうね、そう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 、ノーパンというかね。そう、うちの学校はそうだったのよ。ああ、そう、大好き違った。パンツ履いてた。ほう。あ、スパッツは、中3なんないと履けなかったの、俺たちは。うん。で、そういうルールが、ルールがあったの？そう。明日からパンツ履くなよ、つって。で、それで俺笑っちゃったの。いや、あの、なんかね、ギャグだと思ったの、最初。なるほどね。チンコって言って。うん。言われたから、うん、で笑ったら何笑ってんだお前みたいになって、いやもう怖ー、5月1日からこんな変わんのっていうのとか、なんか昨日試合見ながらなんか思い出してさ、たら俺めちゃちっちゃくて、うん、背も体も、はいはい、ノーパンじゃなきゃいけないわけね、なんでかわかんない、うん、文化で、うん、で、うん、一番小さい SS を買ったんだけど、うんうん、走ってたら、うん、もう全然チンコが出てきちゃうのよ。いや、それでもやっぱでかいからね。ノーパンだからさ。ノーパンだし、ズボンもでかいし。ブカブカで、SS でもブカブカだから、走ってたらチンコが出てきちゃってさ、バーンってボール蹴ってさ、それをキャッチして一人ずつ走ってくるっていう練習があって。はいはい。で、先輩たちが先で、一番ちっちゃいが一番、中一の一番最後よ、うんうんで。ボール飛んできて、キャッチして走ってたらなんかもう、遠くで全員バタバタ倒れてくるのよ、人が。先輩たちが。何かなと思って近づいたら、チンコが出て、全速力派で走ってて、こう、ブラ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 、こう、パン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 で、ももと、ももにパンパンパンって当たりながら走ってくる俺が見えて、みんな笑ってたって。それがもうなんか、そういう笑いいらなかったから、俺、昔から。こっちが意図しないやつさ。本人気づいてないしね、チンコで出ることね。スースーしてわかんないよ。もうあの、ブカブカだから常に出てるか出てないかなのよ、俺のジンクは。もうその中1で。で、なんかそれがなんか、うん、親から離れ、急に男たちのなんか裏の世界に、うん、みたいな、はいはいはい。そういうのなんかちょっとこう、うん、5月から来て、で、うん、春大会が5月とかにあってさ、うん、中2の先輩がさ、うん、脳震盪になったの、試合中に。うん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 、したらなんか帰りのさ、どっか、
別の学校のさ、うん、グラウンドでやってさ、帰りにさ、うんうんうん、みんなでホームで電車来るの待ってたの、ちょうどね、うんうん、田舎の駅。はいはいはい。で、脳震盪になったから、うん、何度も5分おきぐらいに、試合勝ったって、聞くのよ。中1の5月にさ、うん、頭打ってさ、うん、試合勝ったって5分後に聞いてくる人、めちゃくちゃ怖いじゃん。で、俺こんな病院とか行かなくて大丈夫なのと思ってたんだけど、うんうん、中3の先輩たちは、うん、うるせえなお前勝ったよとか言ってるいやこんなん大事で俺ずっと横で勝ちました勝ちましたってもう5分だって若林少年はなんか大丈夫なのかなと思って知らないからの、まあ、その後さそうそう、ね、アメフトとかではさ、うんうん、そういう人みなそれ自分もなったことあるし見るけど一時的にね、うん、試合勝った勝ちましたってちょっとこいつはうるせえなお前とか言われてんのよこんな世界に俺入ってくのこれからと思ってもう怖いよねもううんでそういうのがあって、うん、でなんかこう合宿もさ中1でさいきなり7泊8日の岩手県なんだよ、うん、で朝5時に起きてさ、うん、バナナ1本とウィダーインゼリーが、うん、もうほんと戦争中のなんかこう支給、うん、なんか配給みたいな感じで、うん、バナナ1本とウィダーインゼリーが配られるの全員が、うんうん、それバナナ1本とウィダーインゼリー飲んだらバス乗って、うん、もう無言護送車みたいなロケバスで高3までいるからはぁーって岩手のさグランドまで行って30周ぐらいさ、うん、もう走るので、うん、芝生前もラジオで喋ったけど芝が全部スパイクで取れちゃうのあの、うんうんうん、中1から高3まで30周走るから、うん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 、すごいねすごいでしょ、うん、それででも、うん、なんか俺なんかそのすごい可愛がられてたのよ高校生の先輩になんかだから、うん、高校生の先輩が休みの日遊ぶんで、うん、呼ばれてたりしたんだよね、で、あの時のスケジュールを思い出すと月曜日だけ練習がないのでも日曜日もあんの、うん、だから休みなかったんだよね俺へー中学生の時忙しかったなかったよ練習して呼ばれて地下グランで行くからさ日曜日それで、うん、なんか親父がさ、うん、よく見に来てたさ、試合で、俺、中3の時に、うん、足首かなんか捻挫して、うん、でもなんか代わりがいないから、すっごいガチガチにテーピングして、痛み止め飲んで出て、したらその足にタックルされて倒れて、うん、足を押さえて、うん、うずくまってたの。うん、で夜間とかの時代よ。あたら頭の上から気合い入れろーって声聞こえて、うん、監督がグラウンド入ってきたのかな聞こえあるなってパッと見たら、うん、親父がグラウンドなんか入ってきちゃった何してんだよ倒れてる俺の頭上で気合い入れろーっつっていや関係ないよたらなんかそのあのなんか審判に羽交い締めにされてグラウンドスピード出されて何してんだよどうなって試合中しょ試合中バーっと来て息子が倒れてるたまんなかったんだろうな可愛い息子が捻挫してて前の日食卓で喋ってたからでも出なきゃいけないっつって、うんうんうん、なんかあってまあ負けたんだけど、うん、その試合はでなんかあの昨日試合見せて思ったんだけど、うん、モテるから、うん、その中学で一番、うん、モテる、うん5人とかがいて、ラグビー部に。で、俺はもちろん入ってないよ。うん、俺と小池はね。うん、うん、まあそうだろうな、うん。で、武蔵野女子っていう学校があって、女子校があって、もう学校の校門までなんか、うん、見に来るの。なんか下校の時。で、なんか、うん、荻窪駅までなんか一緒に、うん、なんかついてくるんだよ。俺じゃないんだよ、全然。そうだろうね、うん。で、なんかこう、5メートルぐらい後ろでなんか、うん、その俺の同級生たちがかっこいいとか言われてる。だからそれがすごい切なかったとか思い出して試合。なんか、俺と小池はさ、もう、絶対言われてない。もちろん。他の、ね、かっこよかったんだよね、みんな。そうね。で、高、中3なのに、高2の女子高生と付き合ってたりしたのよ、3人で。で、うん、ナンバー8と、俺スクラムハーフって9番のポジションで、うん、ナンバー8って8番の選手とスタンドオフって10番の、8番と10番の間を、うん、8番と10番は、中3なのに高2の女子高生と付き合ってた間を、うんうん、ずっとパスで繋ぐっていうポジションだったんだよ、俺。切ないね。で、お前は何もするなって監督っていうかチームの人に言われてて、うん、あの、8番と9、10番がすごいから。
ただただバケツリレーのように。なるほどね。なんか仕事だったのよ。はい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 。で、なるほど。それでなんか俺、なんか、それでなんか辛くてなんか、うんうん、でなんかかっこよくてスポーツできてみたいな、うん、みんなで、もう辞めたのね、中3のあの秋に、はいはいはい、そうね。でしたら干されたのよ俺、なんかその、うん、裏切り者みたいになって、あ、そういえば思い出したし、昨日試合見ながら仲良かったラグビー部の、そう、うん、面々から面々から、うん、たら11月ぐらいに負けて、うん、やめたから、うん、裏切り者みたいになって、でも、うん、ずーっとそれまで毎日ラグビー部の友達と一緒にいたから、あ、はいはい、友達が急にいなくなったわけ。はいはい、だから一人でとぼ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 学校から荻窪駅まで歩いて帰ってたのよ。うん、みんな練習行くから、もう高1の練習に入ってたから、あ、中3終わって。そのまま、あの、なるほどね、中高一貫だから、ね、はあ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 。で、なんかゲーセンとか行くメンバーと一緒に行ってみたんだけど、つまんなくて。うん、11月からずーっと一人で帰ってたのを思い出してさ。だから、うん、本当は行くはずだった、中学が、銀座中学っていう中学だったのね。俺があの、築地の、はいはいはい、築地の隣町、隣の隣に、うん、そうそうそう、そういう、そう言ってもらわないと。で、うん、ちゃんとね。そう、それはいいんだけど。で、荻窪からさ、電車でさ、毎日さ、築地まで行ってさ、銀座中学の奴らが、遊ぶのに混じってたのよ、俺。はい。11月から3月まで。で、はいはいはい、みんな受験勉強とかしてんのを横で。ああ、そうか、そうか。そうそう、ま、本、漫画とか読んでて。そしたら、うんうん、5人と5人の男女のグループだ、が、うん、一番金持ちの家に集まってたの、うん、毎日。そこにみんな青い紺の学ランとセーラー服なんだけど、黒の学ランで一人だけ前、混ざんだけど、はいはいはい、この5人の女の子たちは、俺と同じ小学校じゃないの、全員。うん、急に、荻窪から来るやつが、ね、でもこの5人は、小学校は全員一緒だったの。はいはい、若林さんにとっては友達だけど。で、マー君、マー君って。はいはいはい、はい。で、マー君が、加わって、嬉しくて、で、俺も、居場所がなかったわけ、干されてたの、中学で。で、毎回荻窪から行っててさ、で、しかも、男子校だから、初めて同い年の女子が。ああ、そうか、そうね。したらさ、ずーっと高校生の先輩と中3まで遊んでたから、ジェルとかさ、つけてるのよ、頭に。若林さんがね。でも、中学の友達はつけてないの、ジェルを。はあ、それ何みたいな。あの、チューブ。はいはい、これジェルだよ、つって。なんだ、ジェルだぜ。たら、男もそうだし、女の子たちも、へえ、みたいな、その、あの、金持ちの子、これジェルだよ、つって、俺。なんだそれで、ドクターマーチンっていうブーツあんじゃん。で、高校生の先輩がドクターマーチンを履いてて、うん、そのお風呂を俺もらったの。そう。で、はいはい、学ランにドクターマーチンを履いてたの。で、みんなローファーの革靴しか履いたことないから。はいはい、指定のね。で、下がちょっとこう透明っぽいっていうか、なんかね、ゴムのさ、ドクターマーチンでさ、この靴何みたいな。で、俺は言ったよ。うん、ドクターマーチンで。生意気だな。したらさ、うん、11月でドクターマーチンだよ、つったらさ、うんうん、ほんと、うん、正月が来たらお年玉でみんなドクターマーチン買ったんだよ。それで、いいなっつって、深川亮さんとか、うんうん、論文の淳さんがね、亮、うん、さんがヘアバンドしてたの。淳さん？淳さんがヘアバンドしてたの覚えてる？白いね。あれが流行ってたのよ。なんか暑いのがね。そう、で、高校生の先輩たちみんなラグビーさんしてて、俺もなんかもらうの、そういうの。うん。で、それは俺ヘアバンドしてた。学ランにヘアバンドしてたの。おー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 、それ何っつって。うん。ヘアバンドで。まあ言うわね。そうそう。その流れだったら言うわ。で、なんかそれがなんか、それで、うん、なんかその、金持ちの家だったんだけど、うん、なんか、ピアノのさ、椅子ってさ、うん、背もたれなかったりするじゃん。ない、ない、ない。あそこに座ってさ、俺はさ、うん、これジェルだよ、とか。あれ、ドクターマーチンだよ。で、あと、あの、CD ウォークマン、うん。はいはいはい。か、うん、まあ、テープだ、どっちか忘れたけど、うん、それ、聞いてんの何みたいな。はいはいはい、曲、はいはい。で、俺は言ったのよ。うん、レゲエだよ、つって。先輩から教えてもらってるからね。うん。うん、先輩から。うん。だから、そう、繋がんだけど、ラスタカーに、俺、レゲエだよ、つって。うん。何それみたいな。聞かして、うん、みたいな、女の子たちが。うん。知らない。みんなね、日本の曲とか、行って、外国のロックみたいな時代に。まあ、そうね。俺はレゲエだよ、つって。おー、レゲエな、その、ハイカー。あらららら、ロン、つって。みんな聞いて。レゲエだ、ね、レゲエを。うん。
すごい、すごいいろいろ知ってるみたいなのが気持ちよくて。そんなに遅れてんの、そんな。なんかか、築地って。いや、でも、うん、そんなんだったのよ。で、それをなんかすっごい思い出して昨日。で、なんか、背もたれないピアノのとこ座ってレゲエだよ。って、うん、俺言ってたわけよ。うん、そしたらなんかこう、いつも隣に座る子がいたなーと思って。ほう。うん。女子が。そう。で、うん、その、ピアノの弾く人が座る椅子の空いてるところに、うん、他にいっぱい席が、うんうん、空いてんのにソファーとか、うんうんうん、俺の横に座ってきたね、横に座ってきてたなーっていうのを思い出してたんだよね。でそれで何だよその話。何だよこの話。本番前生徒さんにそこは喋んなくていいですって言われた。本当だよ。なんで喋ったんだよ。なんだよ今のくだり。いやなんかすっごい思い出したのね。ドキドキしたんだよね。隣に座ってくるけど恋愛とかが分かんないから俺は、うん、礼儀でとか言ってるだけだからさ、うん、うん、ビーズとか聞いてたみんなは。はいはいはい、でも俺はレゲエ聴いてたのよ。まあちょっと進んでるよね。ドクターも8に入って、まあ、ヘアバンドして、はい、それもハイカラよハイカラ。だから4月アメフト部入って高1になって、はいはい、で忙しいじゃん。で6月に久しぶりに会いに行ったら、うん、全員とんでもないヤンキーになってて、ね、遊ぶのやめたんだ。何があったんだよ。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、春日を感じろ。最近ね、うん、こう、まあ、ほぼ毎日だね、うん、何かしらをこう買って家に帰ることが多いんですよ。珍しいね、お金使わない。あ、まあ、お土産みたいなさ。あ、奥さんに。まあそうだね。へー。食べ物の中とか多いんだけどね。あの、あれだ、ちょっとしたものよ。寿司折りみたいなやつ、ちょっとこう、しどり足で。いや、そんなコントみたいなさ、そのサザエさんみたいなさ、ことはないんだけど、うん、まぁ、あ、ちょっとしたなんかもうお菓子だったりだとか、へー、そういうのクミさんに。そう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 。で、何を買って帰るのよ。まぁ、あ、なんかなんだ、もうほんとお菓子とかアイスとか。コンビニでってこと？コンビニエンスだったり、なんかちょっと寄って、そのね、それこそ犬のちょっとおやつだったりだとかさ。そういうの大事だぞ、お前。いや、そう、大事。まあ、大事。言葉で伝えるタイプじゃないんだから、感謝、奥さんに。まあまあまあ。その、まあ、物が、物に頼るってわけじゃないけど、うん、それ続けた方がいいぞ、確かに。そういうのやった方がいいですか？絶対やった方がいい。そう、言葉で言うタイプじゃないよね、うん、だって。まあ、ちょっとそうね、恥ずかしくて。でも、たまに言葉もやっぱりないと、不安になるから、女性っての。誰が言ってんだよ。ちょ一瞬聞いちゃったけどさ。なんで言っちゃいけないのよ、逆に。いや、だからそのさ、うん、そのベテラン夫婦の、ところから言ってくるから。うん。うん。間違ってる？いや、間違ってないと思うのよ。間違ってないけど、うん、その、なんかその、なんか経験してきたみたいな感じで喋るから、そこはもう通り過ぎてきたみたいな感じで喋るから、うん、違和感が生まれるのよ。間違っちゃないと思うよ、その言ってることね。あ、そうね。うん。でキスとかもおざなりになっちゃダメよ。キスは、あの、最悪、胸はおざなりになってもいい。ただ、キスは、手抜いちゃダメ。手抜いたらあかんで。でも何もかもおかしい。手抜いたらあかんで。いや、キスは。いや、西な感じもよくわかんないです。アンミカさんのね、感じ出しました。わかんないよ。言いそうだな。うん。女のそういう、女はそういうの気づくから、みたいな。言いそうだな、アンミカさん。あかんで。キス手抜いたらあかんで。女気づくね。そんなすぐ気づくね。本当スペシャルウィークアンミカさんとチャチャに来てもらうんだよ。うん、アンミカさんが吠えてチャチャも吠えて終わりだよ多分。アンミカさん来てくんねえかな。なんでだよ急に。絡みたいなラジオで。どんぐらいいけっかなアンミカさんに、うん。ヒリヒリするね。いやするね。うん、いやいいのよ。うん、まあそれね、あの、そもそも最初はロケーション行った時に、あの、なんかなんとなしに買ってったのよ。うん、時間あったからね、うん、店入ったらさ、うん、お土産屋さんみたいな。うん、じゃなんか、好きそうなさ、うん、なんか、蜂蜜入りマーガリンみたいなのがあったからさ。93番が？うん、まあ、クミさんがね。ああ、これ好きそうだなと思って帰ってったら、買って帰ったら、まあ、思いの箱喜んだのよ。ああ。ああ、なんか、思いの箱ね。思いの箱って言っちゃったから。
思いの箱喜んだ。思いの箱を喜んだのよ。思いの箱っていうの買ったんじゃないよね。いや、蜂蜜丸。聞いてね、一回チャレンジするから。思いのほかって言ってるよ。歯と歯の間ぐらい。でも、歯って言ってるよ。思いの箱。買ってったのって話変わってきちゃうから、そういうお菓子があんのかなとかなっちゃう。はい、すいません。うん、まあ、クミさんがね、ああ、これ好きそうだなと思って帰ってったら、買って帰ったら、まあ、思いの箱は喜んだ。ふざけんなよふざけんなよこれのオフィシャルレビューです。ふざけんなよふざけんなよ。まあ、しょうがないよ。それか、思いの箱を買ってって。あれ、思いの箱っていうもんだったのかな。ねえ、そんなのおかしい。なんでそのタイトル。で、喜んだもんでね、うん、最初はロケーション行くたびに。ロケね。ロケに行くたびに、何かしら買って帰ってたのよ。うん、で、それがだんだんこうね、うん、まあ、エスカレートじゃないけど、うん、大事大事。そうそうそう、毎日、こうね、買って帰るような感じに なってきてさ。いいね。うん。お前結婚向いてるよ。なんか話聞いてると。よかったよ、結婚して。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。で、まあなんかこう、目についたものをね、買って帰ってたのよ。うん、したら、まあ、はっきりとは言わないけど、うん、いらないとは言わないけど、なんかこの、渋いリアクションがね、うん、渋い時もやっぱ、あるのよ。買っていくものによっては。買っていくものによったら。で、それによって気づくわけ。和菓子あんまり好きじゃないんだな、とか。あんこ、があんまりなんだなーとかさ。へぇまあ、ありがとうとは言うよ、もちろんね。寂しいなぁ。だけど、それで気づくなぁ。あとなんか、物とかね、置くものとかは多分ダメなんだよね。置くもんって何買ってったんだよ。なんか、ちょっとしたそのテーブルに置くさ、うん、まあまあ、人形までいかない置物みたいな。なんだよ、それ。何買ってったんだよ。いらねえ、そんなのよ。いや、とかね。何買ってたんだよ。コースターとかさ。コースターはいいじゃん。うん。だけどなんか多分そういう、なんか目につくものっておそらく趣味があるんだよね。ああ。おそらく。変わっちゃうんだ、家の中の雰囲気。そうそう、なんかリモコン入れるやつとか。買ったのそれ。買ったんだけど全然。なんだよ、リモコン入れるやつってよ。なんか木のさ、リモコンこう立てるさ。ああ、リモコン入れとくやつか。そうそう、ああ、なんかいいなと思ってね。うん。これ、シャレてんなとしたらもう全然テーブルの上に置かれないもんね。下に置いてあるもん、なんかその。使ってないわけね。見えないところに。はいはいはい。でもそれいらないとは言わないよ。言わないけど、うん、ああ、こんなある。お菓子がいいんだ、一応。洋菓子。とか、そう、洋菓子、まあ、アイス。アイス？コンビニでそれは。コンビニ。溶けちゃうだろ、だって。遠くから買って、まあ、いや、そう、ドライアイスの 2時間分のドライアイス入れんのか、いやいや、近くにあるから、コンビニ。そんな。何もないところに住んでないから、ね、だからそうね、それを言ってんだ俺はよ。周りに何もないところに住んでないから別にさ、あるのよ近くにね。あれが釣り行った時とかもさ、うん、魚持って帰って料理とかしてくれんの、うん、クミさんは。いやもう釣りは行かないけどね、うんうん、アイスは何買ってんのよ。アイスはまあ時々によるけど比較的大事高いのはパピコだね。あー、うん、何味、チョココーヒー味。いや、うん、なんだっけ、なんとか、カルピスみたいな味の。はいはいはい。うん、あれは、まあまあまあ、無難に。あ、喜ぶ。あれは打率が高いね。はいはいはい。うん。それが、渡すとき、どういう感じで渡すの、うん、ちょっとやってみて。どういう別の一人二役で。電話するか、ちょっと。いや、電話はいいよ、別に。一人二役でやって、どういう感じで渡すのかなと思って。ああ、うん。ね。ガチャっつって。うん。はい、まあ、ああちゃ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 まずちゃちゃを置いて。何したんだ、おい、ちゃちゃ、お前は。そうやってやんの、お前。うっって、おっつって。ちゃちゃにまず傘行って。が行って。うん。で、まあ、います、台所かなんかに。はいはい。台所に何、台所のさ、台のとこに腰掛けたりしてんの。腕組んで。足組んで。いや、そんななんか。アメリカンビューティーの。アメリカ待ちはしてないのよ。アメリカ足組んでよってね。ああボディコンみたいな着てでしょ、うん、じゃなくて。じゃなくて、うん、まあ、なんかこう作ったり。だいたいその帰る前は連絡をするからね。ああ終わったす何時何時ぐらいに帰りますなんつって、着きますなんつって言って。で、渡す、うん、で、渡すというかもうテーブルに置く感じ。ああ。はいつって、はいつって言って。買ってきたよとか言わないの。もう言わないかな、もうぶっきらぼうに。うん。はいつって、はいこれ、つって言って。たら、向こうが開けたら、うん、ああ、みたいな。喜んで、うん。まあまあそうね。ああ。大体まあ反応でさ。大事だよな、そういうの大事だよ。うん、で、やっぱりもう何買って、まあ適当に買ってたんだけど。俺もそうだもん。え？俺もそうだもんね。買ってくもん。
買ってて、まあ、その土産的なものを、うん、え誰に、ね、だから嫁に何買ってた、買ってきたよっつって、おいっつって、うん、そこへ置いて、うん、だから和菓子うちはあのコンビニで充実してんじゃん最近。和菓子ね、わらび餅だよ、はい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 、美味しいのあるから、うん、だいたい和菓子の方が喜ぶ、うちは逆。ああ、うん、なんかそういうなんか言ってくれんの、うん、ありがとうみたいな、うんうん、まあ、ありがとうっていうか、うん、空気が変わるね、いい方にね、まあまあ、その後の寝るまでの空気が、まあまあそうだね、うんうんうん、そのためにやってるわけじゃないけどね。いやもちろんね、うんうんうん、まあちょっとなんかこうサプライズじゃないけど、そう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 、うん、ちょっとしたサプライズ、いいよそれつけた方がいいよ。ああそうやっぱり、うん、うん、でそれをこうやってて、うん、でまあ渋い時もあるから、まあ、最近はいろいろこう考えて、まあ、買っていくようにななったの自然とね、はいはいはい、うん、だからそのなんつうの、帰るって言った着くっていう時間よりも遅くなっちゃったとかしてね。ああ、選んでたら、そう、逆に何か変に怪しまれたりとかする時もあったり、それはもう前科があるからねはっきりと言うな、はっきりと、うん、でもなんかね、なんか選んでたとか言うのもなんかさ粋じゃないじゃない、はい、うん、まあまあまあね、なんつって言って、うんうん、で結構それが楽しいわけですよ。俺はね嬉しいなんでね、大きな声出してびっくりするないや、びっくりするよ、びっくりするなよ、いや、びっくり、そっち側で話すからさ、ずっとそっち側にいるからさなんかね、俺はね、嬉しい、あの、うん、本当今までは春日って一緒に仕事してて、うん、それ野暮だから言わないけど、うん、あとそういう時期なんだなと思って長い目で見てる部分、俺、お前にあるから、うん、春日って、うん、自分の評価だけで生きてた春日ってその自分が天才、自分がセンスある、才能がある、そこだけを、うん、で、それは苦しかったと思う。自分の評価だけを自分の存在価値としてた部分はあった。で俺は気づいてた。でも俺は言わない、野暮で、うん。今そういう時期なんだなって思って。うん、でも、うん、人に、うん、プレゼントする。それはプレゼントっていうのは物だけじゃない。すべて言葉だって、そう、気持ちだってそうだよ、うん。それを他者にプレゼントすることに喜びを、うん、得るようになったんだよ。うんうん、こっからの春日は本当、天下取る。ダセーな。まあ、言わないよ、無敵だよ。天下取るって言わないよ。あんなその水の中でバーベル上げてるやつが他人への愛が芽生えたら無敵だよ確かにそうだな、うん、俺は嬉しい、ね、今日はね飲み行こう二人でな。まあまあ大丈夫ですけどそれはねいやだからでも寂しい俺はいやでもやっぱりね、うん、その他人に目が向くようになったわけです。嬉しいね、ようこそやっぱそっち側の人だったんだね。待ってた俺は、ね、すいませんお待たせしちゃってね。待たすなお前、申し訳ない、遅いからせかすっていうことは俺はしたくなかった、うん、ありがたい、うんうん、今まではずっとお前はその、うん、まあトークもそうだよ、うん、大喜利もそう、うん、あとお前の作る作品全部にそういう部分はチラチラ見えてる、うん、ああ天才って言われたいんだなって、春日って才能があるって世の中に言われることで自分が気持ちよくなる人間、なるほどね、うん、だけど、うんうんうん、なんか変わってきたなんて気づいてたけどね、一緒に収録なんかしてても、うんうん、こうふっとこう、うん、ゲストパネラーにパス出したりするようにね、うん、ここ最近なってた。いやなってねえだ自分が笑いが取れるとこもう人に渡したりする。でも俺はそこはくっ目見張ってた、そこは。ああ、変わってきた、嬉しい俺は。ありがたい、うん、うん、まあそうやってね、うん、だからそのなんとかやっぱハマりたいわけじゃない、うん、その買ってったものでこうさ奥様にね、そうそうそう、リアクションよくも喜んでもらいたいわけじゃん。だから、うん、普段からこう注意深くやっぱ見るようになる、自然と、うん、ね、久美さんを、うん、そうするとやっぱ見えてくるわけよ。あ、うん、毎朝パンを食べるんだなとかね、うんうんうん、だパンを買っていこうとかさ、うん、うん、あ、こういう系の花が好きなんだなとかね、うん、うん、いろいろこう、うん、見るようになって、海のことをね、そう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 、そんでこう、それに、で、だんだんこう、打率も上がってくるわけよ、うん、買って帰るものもね。
そうだよね。外れが減るよな。そうそうそう。観察してデータがこうさ、蓄積されていくから。うん、で、まあまあ、そういうのもあって、また買って帰るときも、ちょっとこの、これはこの、当たるかどうかっていう、ちょっとね、緊張感もあるわけよ。帰るときに。なるほど。ドキドキ感というか、ね。なるほどな。当たった趣味だね、もうそこまで。そう、嬉しかったりするから。うん、だからそうやって、物を買っていく楽しみみたいなのが、ね、こう最近、まあありまして。うん。んで、今日の朝ね、うん、クミさんがね、その、出っかけ際にね、うん、これをちょっと若林さんに、うん、渡しといて、つって言われて。俺に？そうそうそう、うん、なあこれつったら、うん、紅茶だって言うのよ。うん、で、なんでつったら、それ、若林さん誕生日だったでしょつって、うんうんうん。昨日ね。昨日ね。だから誕生日プレゼントで、うん、その、買って、渡してほしいなんつって言われてさ、うんうんうん、若林さんにね、うん、で今日預かってきたんですよ紅茶を、うん、で、あ、なるほど、誕生日かなんつって思ってさ、うん、で私も何かこうね、うん、若林さんにこうはい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 あげようかなってふと思ってさ、変な流れじゃないねそれは、変な全然じゃないでしょ、うん、で、まっとうな流れだよ、ぐーって考えたのよ、うん、でこうパッと出てこなかったからね。うん。そウィキペディアとか調べてさ。うん。若林正也。いや、お前、それダメのスタッフじゃないんだから、ね。下出てんの、やっぱり日本の漫才師。お笑いタレント。司会者って出てんの。間違えてねえじゃねえか、お前。何、お前。いじるまで言うなよ、お前。ああ、確かにそうだなって。いじるまで言うなよ、お前。これでいろいろ見てるさ、でもさ、あんま載ってないのよ。なんかその趣味とか。まあな。なんか、ああ、なるほど、これがあったかっていうものが。あんま趣味のトークで飯食うタイプじゃない。うん、で、いろいろ考えて、うん、で、家でいてもね、うん、あんまりこう、いまいち思いつかなかったから、街に出たんですよ。うん、で、街に出ていろいろとね、うん、ああ、その筋肉ショップ行ってみたりとかさ。いいね。わ、うん、かってるね。行ってさ、うん、でした T シャツとかいろいろあるわけ。あります。で、フィギュアみたいなのがいいかなと思ったらさ、うん、サンシャインとさ、あと、筋肉マンとロビンの、なんか、胸像みたいなのしかないの。はい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 。これで。見たことある。うん。うん、で、これでも、ちょっと違うな、つって思ってさ。うん、で、アメフトの店行ってさ、うん。はいはいはい。いいじゃん、行く場所。うん、いろいろ。全部正解だよ。見たんだけど、うん、なんか、まあ、T シャツとかね、まあ、帽子とかさ、うん、そういうこと、テキサンズのさ、うん、で、あってさ、まあ、もらってんのも見たしね。うん。若林さんがさ、スタッフさんからもらうでしょ、はい、もらってたね。うん。見てたわけだ、お前は。そうよ。T シャツもらって、ボールもらったりしてるわけじゃない。いや。で、被ってもなんだなと思って、ただでも、テキサンズのエプロンはいらねえだろうとかさ。まあでも、嫁がね、うん、使うかもしれない。そっか、嫁の発想なかったな、うん、エプロンでもよかったのかな、うん、うん。で、まあ、筋肉マンとは、アメフトは、もう被る可能性があるなと思って。うん、いろんな人にもらって、その、プレゼントの時いわゆる若林さんの1番、2番ぐらいじゃ、好きなもののさ、まあ、なあの表だって知ってる、うん、周りが、うんうん。そこじゃないとこ行こうと思ってね、うん、いろいろこう、うろ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 したらさ、うん、葉巻屋さんがあったりとかしてさ、はい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 、でも葉巻じゃん、ね、いろいろあんのよ。いいよ、それもでも。ただで、ね、若林さんなんかあの、タバコみたいな細い葉巻吸ってんな、とかね。よく知ってんね。やっぱその、相手のことやっぱ考えるからね。うん、プレゼントを渡す。それがね、うん、いいんだよね、プレゼントって。そうなってくると、ちょっとこの太葉巻は違うなって、あの、切るさ、うん、なんか買ったみたいなあるでしょ。違うかったね。うん、あれのも違うなって言って、酒も飲まねえしなとかさ。酒は飲まないよ、ほら。飲まないでしょ、うん、うん、で、いろいろ見てさ、首にさ、うん、その、乗り、移動中にさ、うん、首にこう枕みたいにするやつあるじゃない、うん。あれがあったからね。あれがいいかなと思ったんだけどさ。うん、持ってるじゃない若林さん。持ってるね。うん。してるでしょ首疲れるからね。うん。肩こるから。持ってんなーとか、アメフトのゲームがいいかなーって言ってもやっぱ売ってないっす。はい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 。売り切れでね。はいはいはい。で、ゴルフもまあまあ最近あんまりやってないし。いけてないね。うん、いけてないでしょ、うん、してぐーって考えて。でも結局やっぱりそのプレゼントっていうのはさ、うん、自分じゃ買わないけど、うん、この、まあ、あったら、ま、便利なものというかね。まあなあ。あって使うもの、まあ、うん、がいいかなと思って、うん、まあ、買ってきたんですよ。うん、うん、うん。それちょっとだから、うん、今ね。ああ。やっぱ裏で渡すもんじゃ、なんかね。まあでも、放送中というよりは、まあ、裏で二人だけになった時でもよかったけどな。トイレとか、俺が行ったのを見計らって。うん、これまず紅茶ね、これね。これは FM93 がくれたやつね、うん、俺に。FM は持ってないの、放送局は。
紅茶はね嬉しいね。そう紅茶、まあ、俺のルール1だから、セブンルールのルール1、歯を黄色くするで、ルール2が歯を白くするね。これをさ、うん、こう買ってきた。これは何、ロフトの袋ですけども、よかったね。開けていい？もちろんもちろん。誕生日だから。うん。やっぱ41になったら、ね、そういうのも持っといた方がいいなと思って、ね。長いなんか棒ですよね。うん。これはなんだ？これはね。これは棒状のもの。うん、あ、これはなんだ？ええ。あ、傘。傘。これ傘ですね。傘です、これ。うん。うん。すごくいい傘でしょ、これ。これいい傘、これは。なんか書いてあるもん、うん、なんか軽くて、うん、すごい今持った感じ軽くて、うんうんうん、でも丈夫そうな、うん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 、書いてある特殊な骨の構造で、うんうんうん、耐風性に優れてる。そうああ、これを結局選んでくれた、うん、やっぱそのビニール傘とかはもうね、うん、41だし、なるほど、うん、はいはいはい、ちゃんとした傘はやっぱ大人の音が、ね、持った方がいいんじゃないかっていうことで、しっかりあの大人が持つ傘だな。まあそういうことだよね、うん、なるほど、いいですね。これね。俺はね、うん、嬉しい。なんか すまんね、なんかね。いや正直な気持ちだよ。いや、まあ、まあそこだけ。なかなか、まあ、そうだけどね、俺はね変わってきたなと思って、うんうん、実はね思ってたの、うん、ハネムーンのあの、うん、I Love フィリピンのマークで、うん、はいはい、やっぱクミさんと一緒になってね、本当にカスが良かった。こうやって自分の才能を世に知らしめるだけじゃなくてね、それはお前の悪い癖だってコンビ組んだ時からなんかほんとこう子じゃなくて和で生きていくっていう人になったんだなっていう、もうあとまあもちろん傘も嬉しいけど、なんかそうやって俺のことを考えていろんな場所に行ってくれたっていう、それがもう一番嬉しい。オードリーは安泰だね。ああ、うん、うん、すまんね、なんかね、みんな謝ることないじゃない。別に俺おかしなこと何もしてないよ。いやいや、すまんすまん、うん、すまんすまんってどういうことなんだよ。まあいろいろとね、うん、いろいろとってどういうことなんだ。いやだから、いや俺は嬉しいよ、うん、まあまあそう言ってもらうとね、やっぱこっちも嬉しいけども、うんうんうん、もうちょっとなんかぬいぐるみとかにした方が良かったかなって、ちょっと。どういうことでしょう、ぬいぐるみって。思ったね、やっぱね。なんでぬいぐるみの方がいいのよ。いや、なんかそんな、なんだよ、それ、みたいなさ。うん。うん、やつとこの方がいい。いや、なんかその、プレゼントっていうのは結局その、買いに行くっていう、その道中もあるし、考える時間もあるし、それを想像できないような人間じゃないよ、俺は。お前から、そのぬいぐるみもらったって、傘もらったって、なんだって嬉しいよ、俺は。そんな自分のプレゼントに恥じることないよ。胸張れよ。傘で間違いなかった2019年の俺の誕生日よ、プレゼント。胸張れよ、お前。ありがとうございます。うん。いや、間違ったんじゃないかなと思ったんだけど。何を間違ってることがあるの？うん、やっぱ難しいから、やっぱね。うん。誕生日プレゼント。なんだって正解だよ、プレゼントっていうの。ありがとうございます。よーし。オードリーのオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナー、毎回番組から聞いた質問をリトルトゥースに答えてもらう企画です。現在のテーマは未だに忘れられない一言でございます。ラジオネームときめきハリケーン。僕の未だに忘れられない一言ですが、数年前テレビを見ていたじいちゃんの、わし米倉涼子が好きなんや、気の強そうなところがたまらんな、という言葉です。じいちゃんは無口な職人タイプの人だったので、本当に衝撃的でした。まあ、そのじいちゃんも、去年、隠れてしまったのですが。これは、うん、報告しないで、まあ、まあ、まあ、こちらとしては大丈夫なんですけど。うちの親父が、ゴルフの宮里藍選手が、うんうんうん、画面に映ってる時に、うんうん、なんか、すごい、なんか好きなんだよなーってつぶやいてて、びっくりした時ありました。うんうん、まあそういうのことを言う、俺さんじゃん。健康的でいいじゃないか、つって言ってた。宮里藍のことをテレビで。それなんか怖っって思ったのを思い出しました。まあ隠れちゃいましたけど。まあそれはいいじゃん。ラジオネーム、ガガーケン。
冬休みの宿題として小学生の時に書き初めを提出することになりました。僕は小学4年の冬休み中、お正月の3文字を何度も何度も練習してついに会心の出来のものを書き上げました、うん、新学期になり自信満々で会心のお正月を国語の先生に提出したところ、この書き初めはお前らしくない、誰かに書いてもらっただろうと言われました。それ以来僕は何の努力もしなくなり今日に至っています。もったいないね。まあ言っちゃったんだろうな先生がな。言うか、うん、普通これ自分が今先生だとして。うーん、俺さこれ今思い出したわ。あのなんかね、天井に粘土をなんかちぎっては投げ、ピタ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 誰か貼ったんだと思う、はい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 、粘土が天井にいっぱい貼ってあっ、うんうんうん、なんか貼り投げてパッてピタッて、うん、あった、そんな誰だこれってなったの、粘土を使う授業の後だったから、うんうん、したら、うんうんうん、なんか先生が一人ずつ呼んで、うん、粘土をこう投げて親指の形が残ってるから、うん、親指を合わせて、ほう、あの誰か犯人探すっつって一人ずつなんか怪しいやつが呼ばれてて、俺も呼ばれて、うん、親指をこう合わさせられたんだよね。ほう、俺ではなかったんだけど、ほう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 、あんなやつ超やばいやつだよな。30いくつあいつ、あの時。35、6だろ、多分。俺ら、小3とかで。小学校3年生に親指合わす。わかるわけねえだろ、指紋も通んねえの。超やべえやつだよな。どうしようもねえ。うん。うん。ラジオネーム、農園。オードリーの二人こんばんは。私の忘れられない一言は、中学2年生の時テストで80点を取ったクラスメイドがめちゃくちゃ悔しがってたので励ますつもりで、私なんて60点だよすごいじゃんと言ったら、あんたと私は違うのよと言われたことです。それで自分の物差しで他人を測るなということを学びました。うーん、あ、ライバル心を持って勉強してる子だったんだね。なんか似たようなことあったような気すんな。なんか、ラジオネームのの。父親が何年か前に通販で家庭用カラオケを買いました。うん、その後、通販の人から、カラオケを使ってみていかがですかと電話が来たのですが、うん、父親が、そうですね、心が燃えなかったですね。と答えていたのが忘れられないです。どういうことなんだよ、それ。なんか、カラオケボックスとか、カラオケパブで歌うのと違ったんじゃない？家で一人で歌うの。まあ、そうです。言い方がさ、心が燃えなかった。なんかちょっと違いましたね。心が燃えなかったって、でも強いよな。うん。生理的興奮がなかったってことだから。これはもう誰にも、うん、論破できない。もう。心が燃えなかったんだよ。もう、ねえ、うん、まあ、そう言ったらもう向こうも多分何も言えないだろうね。そうね。もうちょっとなんかとか言うことでもないもんね、もうね。そうだね。心が燃えてないんだから。もう、うん、残念だよね。あ、そうですか。すいません。一番嫌だよな。ライブ見に来て心が燃えなかったですって言われたら。あ、まあ、嫌だね、うん。ラジオネーム、まこと。未だに忘れられない一言ですが、中学2年の時に席替えをした際、2回連続で好きな女の子と隣同士になった時に、うん、また隣？と聞かれ、うん、うん、と答えると、うん、小さな声で、うん、やった。と喜ばれた瞬間が今でも忘れられません、うん、31歳のおじさんになった今でもあの子にちゃんと告白していれば人生もっと楽しかったのになぁと思います。なんだその話。まだまだや、31歳俺なんか41だぜ。うん、ねえ、そうだよね。10年もあんだよ俺まで、うん、聞こえちゃうまでね、うん、岡村さん見えるまではもっとあるしね。そうだね、うん、上には上だよ、だから。うん、カズヤさんもなんかこういう女子にこうちょっと言われたりしたことで覚えてるのある？女子に言われる。あんまりないか。ないかな、そういうの。ああ。いや、ないな。あ、そう。うん。結構なんかうん、あれ、うん、スタッフ、女子の若いスタッフさんとすれ違うときなんか、うん、かっこいいとか、なんか言われてるじゃん。言われたことないわ。なんそれ。誰と間違えてんだ。あんな、ピンクのベスト着て。
下のやつに言うわけないもん。聞こえちゃってんのかもね、俺が。じゃあ若林さん言われることあるんですか。いや、春日に女性が言ってるのが聞こえちゃってんのかもしれない。いろんな声聞こえんな、もう。家だけにしてくれ、家に帰った時だけにしてくれよ、声聞こえるのは。あ、まあまあ、それは、うん、落ち着けお前。いや、別に取り乱してないからね。ラジオネーム、リオネルタッチ。小学生の頃、K1 ダイナマイトを見ていた父に、マサトに喧嘩で勝てると聞いたら、うん、勝てるわけねえだろと怒られたことが未だに忘れられません。で怒るんだよ。あんなに家で偉そうに父が、偉そうにしている父があっさり負けを認め、すごくショックでした。後にめちゃくちゃ内弁慶で器の小さい人間だと知り、その切なさから、僕に反抗期はありませんでした。この人、面白いね。リオネルタッチ。ああ、なるほど。なんか、すごくいいね。うん。すごくいい短編小説を読んだような。マサトに喧嘩で勝てる。勝てるわけねえだろなんか、腹立ったのかな、負けるから。まあ、そうだね。何聞いてんだと思ったんだろうね。何回も話すけど、うん、親父が座った途端椅子がぶっ壊れたんだよ。で、その椅子がぶっ壊れての散らばった破片を、うん、外に向かって、うん、親父が全部投げたんだよ。その後、立ったまま湯豆腐食べてたんだよね。最高だね。最節いいね、うん。バキバキバキってこうバシャーンってなって、粉々だったの玄関に向かってバーン。今腹立ったな、ね。投げた後、うん、立ったまま湯豆腐。食わないってなんか負けな感じがしたのかな。さあ、この中から一番いい回答を春日さん選びます。そう、いいです。いい、良かったですね、今週はね。なんか、すごく、いろいろと、すごくいいね。みんなでやってこうやって気持ちになるね。切ないってなんか、種類の違う。いいよな、どうしようかな、これ難しいな。なんか、時間かかってんな。プロの仕事しろよ。いやー、これは難しいぞ、今回は。お前ちょっと一人よがりだぞ、お前。ラジオのやり方が。そうだなー。じゃあ、わかりました。はい、すいませんね。はい、米倉涼子が好きにしましょう。うん、それできましたか。おめでとうございます。ドキドキハリケーンで。9月のプレゼントは、たいめいけんドライカレー、ささみソースカツ、丸い焼き豚飯、お弁当にグー、豚味噌つくねの4種類入ってます。今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。来週もテーマは同じ、未だに忘れられない一言です。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 日例の冷凍食品をお送りするので、住所、本名、年齢、そして電話番号をお忘れなく書いてください。オードリーのオールナイトニッポン。あんちゃん、死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てたと言わないで。オードリーのオールナイトニッポン。他に道なき二人なのに。新年メンズレイぞ。夢は捨てた。さあ、参りやっしょ。ラジオネームダブルスタンダード。おい、糸井重里、短く印象に残る言葉で風俗を予約すること。信じられないぞ。どんな言葉で予約してんの。というね。ラジオネームドリンクバーメモリー。おい、松本伊代、何これ珍しいと言ってコンドームの自販機と記念写真を撮ること。信じられないぞ。かわかんないですね。という、うん。ラジオネーム服部三世。おい、岸学ぶ、 AV 女優との握手会で力いっぱい手を握り、自慢の握力を見せつけること。
死んじゃうねえぞ。ここで見せつける迷惑だよ。こういうね。ラジオネームカルパッチョ。おい、大鶴ギター。射精するたびにマルシアとの思い出が消えていくこと。死んじゃうねえぞ。なんでそれをやめちゃいけねえんだ。というね。ラジオネームデレクジーカ。おい、朝日奈央、日テレですと言えばやらせてくれること。死んじゃうんじゃないぞ。失礼だよ。いや、読むなよそんなの。というね。出るぞそのうち。オードリーのオールナイトニッポン。ニチレイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい、ニチレイ。以上、各社の協賛で東京中大区有楽町の日本放送、キーアーステーションに全国36局、な、お送り。今シーズンからさ、プレゼントといえばなんだけど、里水が NFL、アメフト見出して、なんか新宿で仕事終わりに二人でiPad で試合見ててさ、はい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 、ね、うん、近くにそれこそショップがあるんじゃん、うん、NFL の。あー、あるね、新宿ね。で、セインツのカマラっていう選手がなんか好きになったみたいで、言ってるね。で、こうジャージーカマラってあんのかなみたいな、なんか新人だから、そ、ね、うん、したら、あってカマラ、カマラあるんだなみたいな、その店で行って、で、ね、値札見たらさ、なんか高っみたいな。まあ日本で買うとね、ジャージーでしょ。里光がそのなんか言って、でなんか、まあでもな、里光が独り言で、まあ売ってるっていうのは把握したからな、なんかいつか買いに来ようっつって独り言で言ってたんですね。はっきりとした独り言をした、ね、なんかこう、なんかクラリネットを見てる少年のように見えたっていうか、その、ついつい買ってあげちゃってさ、そしたらなんか嬉しいなーって言いながら、カマラのジャージ着たまま、町田まで小田急線で帰ってきました。何してんだよ。嬉しかったんだろう、嬉しかったんだろうな。うーん、だからなんか、町田のカマラですっつって写真が送られてきて、ずいぶん興奮しちゃってるじゃない。まあそんなことなかった、ね、まあいいね、アメフト好き NFL をね。でもやっぱ本当春日良かったよ。さっきも言ったけど、久美さんと結婚することでこう、まあ今まではまあ、自分の得しか考えない、まあ起業家、そういうイメージがあって、で自分では気づいてないと思うけど、誰も部下がついてきてなかった、お前には。それは本当、しくじり先生でも何人かいたけど、結局会社の調子が悪くなった時、みんな離れてくぞ、心配だなって思ってたの俺は。でもね、お前がそういう久美さんと本当結婚して、そういう他人への気持ちっていうのが芽生えたことで、俺は本当中学で出会ってからね、初めてお前がそういう随分かかったな。何年14ぐらいでしょ。だから今日が春日の誕生日、9月21日。若林さん1日違いで、1日違いの2月9日はお前の誕生日じゃない。あれはただ生まれてきただけ。なるほど、じゃあ生きてなかった。人間動物、獣としてずっと生きてきて、愛、そう、ようやく、人の自分のオスとしての、なんか有能さを世に知らしめたいだけだった今まで。それでももうその筋肉系もクイズ系も全部、お笑いも全部自分の遺伝子の優秀さを見せつけるための道具にしか見えなかった。あれでお笑いがかわいそうだよ。おめでとう、お誕生日おめでとう。おやすみフィーちゃん。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。そろそろ若林さんにお話ししようと思って、ちょっと最近怠けてるんですよね。その言い方困りますよね。タピオカミルクティー買ってこいなんつってね、亭主関白かまされて、買ってこいなんて言ってこい。春日さんすごいタピオカ好きなんですよ。なんかどこどこのタピオカがまた出たんだよとか言って聞いてないのに。今回結婚して幸せな家庭を続けていくっていう目標に同じ方向を向いている2人なわけだよ。それは実感してるだろう、お前も。
詰めてくるなよ誰が詰めてなんで詰めちゃいけないんだよ逆に聞くけどそれは良くないよいやそれはさ、うん、私よりも下の人間にさそれは良くないよね持った方がいいんじゃないかっていうしっかりあの大人が持つ傘だなまあそういうことやね、うん、なるほどこれはね、うん、嬉しいなんかそうやって俺のことを考えていろんな場所に行ってくれたっていう、うんうんうん、それがもう一番嬉しいオードリーは安泰だねうんすまんねなんか悩まることないじゃん傘で間違いなかったし2019年の俺の誕生日よプレゼント胸張れお前いや間違ったんじゃないかなと思ったんだけど何を間違ってることがあるのうんやっぱ難しいからやっぱね、うん、誕生日プレゼント何だって正解だよプレゼントっていうのはありがとうございますよーし